他やってる人いるかな？あ、うちだけだね。いや、このコースさ、こないだクリアできなくて、で、ちょっとクリア方法思いついたんでね、もう一回やってみようと思います。まあ、ちょっと事前に、どんなコースかっていうのは説明しながらやっていこうと思います。で、まずね、この1回もダメージを受けないでゴールっていう条件がついてます。で、コースが、まずは、バネありますと。で、バネとハリボテキラーがそこにありますと。で、このバネがあるけど、このハリボテキラー取っちゃうとバネがつかめないっていうね。まずこれを一つ覚えておいてもらって、で、このピョンチューがいっぱい並んでる中で向こうに行きたいんだけど、まあ、向こう行こうとするとね、ここでダメージ食らっちゃうと。で、ゴールはすぐそこで。こんな感じのコースになってます。そうだな、あとちなみに、まあ、上ですね。まあ、上、これどんな感じになってるかっていうと、こんな感じで上は塞がってます。まあ、どっちにしろね、この針に当たっちゃうとね、ダメージ受けた判定になるんで、上は無理と。そこでうちが試したのが、まずね、これ超低空飛行で、これピョンチュー倒しながらガーっていけねえかなっていうのをまあ考えたと。あ、痛い痛い痛い。で、まあこれね、まず無理って思うぐらいね、めっちゃむずいのよ。で、このバネもね、意味ないじゃんということで、まあ、あるからにはね、なんか使うんだろうということで、これでピョンチューをちょっとずつ押すっていう、こういうのも考えて、まあ、ちょっとね、今条件ないけど、これでちょっとずつ押してったらいいんじゃねえかとも思ったんだけど、これ奥で突っかえてね、そのうち動かなくなるのよ。え、で、ね、こっち来んのかい。でね、まあこんな感じ。で、あとね、そのバネに乗った時にね、ジャンプボタン押しっぱなしにしてたら超低空出んじゃねえかなって思ったけど、出ないと。まあこんなところかな、試したところは。で、まあ今回ね、どうしようかなっていうので、まあ思いついたことがあるんだけど、ちょっとそれをね、ちょっとずつやっていこうと思います。ちょっとね、一つ実験したいことがあるので、まずそっちから。まずピョンチューの間を無敵時間でいけんのかっていうのを試したい。いけ、おお、いけたわ。なるほど、いけるのか。じゃあこれうちいけたわ。みんなわかったかな。考えたい人は一時停止でもして考えてもらってね。じゃあやっていきましょう。じゃあこれからうちが何をするかっていうと、このバネをね、ピョンチューの前に投げておいて、このバネにハリボテキラーでぶつかると無敵時間できるから、その間に行くんじゃねえってな。いや、バネにぶつかってちょうだい。バネにぶつかったらね、ポロって脱げて、なんていうの、無敵時間できるから、その間に行くんじゃねえっていうのを考えてて、まずバネに当たること。よ、行けた。で、こっからダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。お、行った、行った、やったねー。ありがとうございます。いや、いけたね。予想完璧。いや、まあ、これ、初日にクリアしたかったな。もったいね。あ、いや、ありがとうございます。まあ、ちょっとやってね、無理っぽかったからやめたんだけど、もったいないな。まあ、こうやってね、いざ離れてみて、冷静になって考えるとね、クリア方法思いつくものもあるということで。はい、じゃあ、いいねと。こうやってまたリベンジするやつ出てくると思います。